みなさんこんにちは、みずきあの青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はなんか最近声が全然高い声が出へんくなって、なんか元々の声が低いのにもっと低くなってきてるみずきあです。はい、今日はじゃーん、海外のお菓子を10点買ってきたので、ちょうど紹介していきたいと思います。まず1つ目、じゃーん、チョコレート菓子。これはローカー、あ、これローカー実はもう一個買ってんねんけど、まあとりあえずこれはただ美味しそうなやつやと思って買いました。これは100円ぐらいです。1個100円ぐらいで、でホワイトチョコレートとかのやつが入ってて、食べてみます。ちょっと溶けてもってる。こんな、おおおお、めっちゃ美味しそう。ほらちょっと薄くなってる。いただきます。うん、うん、うまっ。チョコレートめっちゃこう層になってて、中にもチョコレートが入ってるし、んでウエハースみたいな生地にまた周りにホワイトチョコレートがあるから、めちゃめちゃ美味しい。これはこれ美味しいぞ。次、2つ目はローカーのウエハースのバニラです。これは何回も食べたことあって、あのひまわりがずっとこれほんまに美味しい、食べてって言っててもらって食べて美味しかったってやつなんです。これはウエハースです。開け方ミスった。結構溶けてんな。でこんな風に横に、じゃ縦に4つ入ってます。んでこんな感じでね。じゃあいただきます。うん、うまっ。うん、バニラの味がこう甘いけど、ウエハースの味もしっかりしてて、でどっちかっていうとさっき食べたこっちの方はチョコレート感がすごい、もうチョコの甘さにちょっとウエハースって感じやねんけど、これはしっかりしたウエハースが楽しめるから、ウエハース好きにはたまらんと思う。じゃあ次、あ、これはちなみに140円くらいやったんかな。うん、多分それぐらい。次、これなんかめっちゃ面白い、リッタービスケット。1枚のビスケットを丸ごとミルクチョコレートで包みましたっていうことでね、これを食べていきます。これも100何本やったと思う。なんか海外のさ、お菓子ってさ、めちゃめちゃ開けにくない？なんかさっきからさ、こんなことなってんねんけど、端と端だけ開いてさ、真ん中全然開けられへんみたいな。けど紙自体はさ、紙っていうかこのカバー自体はすぐ破けれる。あかんぞ。ちゃうやん、ここっから開けちゃうわ。お、開いた。マジでチョコで包み込んだって感じ。すごい、こんなん食べてた、バリバリ布団で、やば。けどめっちゃ美味しそう。いただきます。うん、ビスケットにたどり着くまでまず時間がかかる。わかっ。うん、チョコがめちゃめちゃ分厚くて、ミルクが好きな人は絶対好き。あ、ミルクチョコ派やねんけど、もうこの甘さ最高。もうちっちゃい子とか好きそうな甘さで、もうほんまに甘くて、でビスケットのサクサク感がすんごい。これはうまいわ。こんなん、でもこれ1個丸々は食べたら絶対鼻血出る。本気でちょっと無理やと思う。じゃあ次、じゃーん、クッキー、ファルコーネのミルクチョコレートクッキーです。これは見て、でかない？めっちゃでかい。開けます。 233.5 カロリーあって、やば。まあそんなもんか。じゃあ早速いただきます。うん、うん、食感がもうザクザクで、なんかビスケット感がすごい、もうビスケットみたいな。んでもういろんな、なんていうんだろう、シュガーとか何々、ココアパウダーとか、もういろんな味する卵とか、もうほんまにこう素材そのものがしっかりしてる味がする。でチョコレートのクッキーも入ってて美味しいけど、これはめちゃめちゃ海外のクッキーって感じ。そのまずいとかそういうのじゃないけど、ほんまに美味しいのは美味しいけど、癖が強いみたいな感じ。いやほんまに。じゃあそんなこんなで次、1、2、3、4、5個目、ナチュラルミネラルウォーター天然炭酸入りということでね、天然炭酸入りのペリーペリア
ペリエや。あぶねー、ペリエ飲みます。うん、あの炭酸別にそこまできつくなくて、しっかりあのいい炭酸水って感じ。飲みやすい、めちゃめちゃ。これめっちゃ飲みやすい。しかもなんか可愛いような、こうやって飲んでるだけでちょっとおしゃれじゃない。すぐインスタ映えを。じゃあ次はこちら、じゃん。みんなが知ってるヌテラ。ヌテラはもう分かってると思うし、もうこれはパンにつけて食べてって感じ。そう、まあこれんで、こちらダン、リンツのリンドールホワイトパック。これはもうほんまに有名、スイスのやつなんかな。でなんかもうチョコと言ったら、ほとんどチョコの海外って言ったら大体もうこれみたいな。いただきます。うんうん、わかる？中がとろーってしてんねん。んでとろける感じでホワイトチョコ、やらかい。やばい、明日鼻血出るかもしれへん。これはほんまに美味しい、ぜひ食べて。他の味もあるから、まあ、好きなの見てください。この色がホワイトチョコです。次、これちょっと日本のじゃないんとか思いつつありました。でもちょっと気になって、緑のキャップを開けてください。あ、開けたらジュボって青汁が出てきた。うわすげえ。ここに青汁がまだ入ってる。ちょっと見えへんか。これで振るんかな。うわ緑になった。絶対日本のあれやん。青汁嫌いやねんな。嫌いやけどいただきます。くさい。あ、この青汁よもぎみたいな味する。いけるわこれ。うまいぞこれ、うまいぞ。え、ちょっとみんな飲んでみてほしい。これもう150円ぐらいかな。んでこれ、シンプキンシュガーフリーブルーベリープラスト。これはキャンディーみたいです。なんか海外のキャンディーとかって、あとなんだかな、ほんまない、自分が一番買いたかったやつとかあってんけどさ、ちょっとなくてこれにしました。ちょっと変わってるのが欲しいなと思って。どうやって開け、あ、こうやって普通にカパって開いた。うわすげえ。ダラップ。あ、これちょっと最後に食べます。ちょっとあかんわ、今食べたらあれやから、さっきこっち食べます。これはクッキーのペパリッチファームナンタケットっていうのやねんけど、これ食べたことあんねんけど、もうめっちゃ美味しい。これもさっき食べた一つ売りのクッキーみたいな感じでザックザックやねんけど、一時あのチャンククッキーを探してて、探し求めてこれを見つけて食べたら、これも美味しいやんみたいな感じのやつやねんけど、中にこんな感じで4つ入り、この4つ入りで2つ入ってんねんやん。ちなみにこれ290円ぐらいかな。そう、2つこう上と下でこう、こことここみたいなのに入ってんねんけど、めちゃめちゃ美味しいで。いただきます。うん、うまっ。このクッキーのいい感じのザクザク感がめちゃ癖になるねんやん。この、なんやろうな、このクッキーって普通のクッキーじゃなくて、こう、ちゃんと食感が楽しめるクッキー感。んで、チョコチップがポロポロ入ってて、チョコチップも楽しめてみたいな感じで、味も食感も楽しめる、すごい美味しさやから、ほんまに食べてみてほしい。んで、家にこうやってやって、くるって置いて、置いてるだけでもほんまに可愛いと思うんで、ぜひぜひ食べてみてください。青のおすすめ商品です。ということでね、と、アメちゃんいただきます。これ。うん。なんかシンプルなブルーベリーが強いっていうより、ほんのりブルーベリーの味って感じかな。あんまりそんなにブルーベリー感は、ないです。でもなんか、うん、美味しいし、コンパクトで持ち運びにはいいと思うし、可愛いので、他の種類もあったので、ぜひみんなも食べてみてください。ちょっとアメちゃん食べながらで申し訳ないのですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。多分カルディとかにもこういうの売ってると思うから、ぜひチェックしてみてください。それじゃあまたねー。